エアーズはアメリカ合衆国、モンタナ州の政治家、民主党員。1930年代にかけてアメリカ合衆国下院議員を2期、モンタナ州知事を1期務めた。1882年11月9日、エアーズはモンタナ州、ファーガス郡ルイスタウン近くの牧場で生まれた。1903年、バルパライソ大学法学部を卒業し、 同年に弁護士資格を取得。地元ルイスタウンで弁護士活動を始め、牧場の経営にも手を出した。その後、モンタナ州教育委員会委員やモンタナ州第10、司法地区裁判官、州最高裁判所裁判官などの公職を歴任したほか、第一次世界大戦中には、ファーガス軍免除委員会の委員長を務めている。1924年、 エアーズは、モンタナ州知事選挙の民主党予備選に出馬した。55軍中19軍で勝利を収めたものの、ジョニー・エドワード・エリクソンに敗れた。その後、エリクソンは、共和党現職のジョセフ・ディクソン知事を破って、当選を果たし、第8代モンタナ州知事に就任した。1928年にも知事選に出馬。予備選でエリクソンと、再び指名を争うこととなった。 エアーズは4分の3以上の軍で敗れたものの、最大の人口を有するシルバーボー軍で5000近い差をつけて勝利を収めた。最終的にエアーズは23,665票を獲得したもののエリクソンの24,304票にわずかに及ばなかった。1932年エアーズはモンタナ州第2選挙区から連邦会員議員選挙に出馬した。 予備選挙では、後に、会議員を務めたジェームズ・オコナーを破って、指名を獲得した。総選挙では、共和党現職のスコット・リービットに1213秒差をつけ、当選を果たした。翌1934年選挙でも再選を果たすが、1936年には、モンタナ州知事選への出馬を表明。民主党予備選挙で現職のエルマー・ホルトを僅差で倒し、 総選挙で共和党のフランク・ヘーゼル・ベーカー元副知事を約6000秒差で下し、第11代モンタナ州知事に就任した。知事在任中にエアーズは州の財政赤字の解消に成功し、州債の金利が引き下げられた。また、知事の権限を強化する法律を制定した。2戦目を目指した1940年選挙では共和党のサムフォードに敗れ、落選。 1944年にも知事選に出馬したが、民主党予備選で敗れた。以後、政界を離れ、牧場経営を再開。1955年にルイスタウンで亡くなった。ありがとうございます。